私の立場でなんかそんな決めてもってなんかちょっとあれじゃないですか。わかるけどやっぱさすがだなって思ったのはコジリンさんですね。こう全体を通してなんかなんやろな、曲中とかもこう周りを見ているというか、もうなんか曲中でさえもキャプテンのね行動をされていらっしゃって、なんやろな、よくあきら先生が周りを見ろって言うんですよ。そういう本当なんかくじりんさんそれがさすがだなって思いました。来たよ、やっほー。そしてあやさんもやばかったですね、表現力やっぱりすごすぎるますね。ダンスももちろんですけど本当に大きい参考になりました。本当にくまなん今日もありがとうございます。え、負けました、こんばんは、わんこんばんは。いや間違いない、間違いない。れいちゃんさんのグーのねマジで可愛かったです。やばかったです本当に。あ、きたちゃんか、きたちゃん、たこさんありがとう、ちょちょ、今日から試験、あれ初見さん、なん大好き、ありがとうございます。大好きなミーツーが、涙の表面張力のうーかさんもやばくないですか。そしてカレンタンさんも、カレンさんも、カレンタンさん、カレンさんもやばかったですね。超かっこよかったですね。いや間違いない、間違いない、間違いないです。くぬぬすーちゃんさんにもめっちゃ目いきました、超かわいかったです。もうなんか皆さんと本当に皆さん本当よく見てらっしゃいますよ。すごい、いつかゆななんぐのねしてほしい、やりたいです。ぐーなね、ピロピロさんが嫌そう、ピロピロさん、いや大好き、ありがとうございます、うんうんうん、こんばんは。みなちゃん涙の表面じゃん、やりたいです、めっちゃあの曲も大好きです。みなちゃん次期センター、こう頼む、ありがとうございます。泣きても成長しないと間違いない、なんかもう本当に本当に本当にそうです。今日テスト1日目また一緒だ、ゆなも今日テスト1日目でした。目が眠たくて眠たいです。おれくてかわいい、ありがとうございます。ライブの DVD 楽しみなのピークとねんねんねんアイドル、ここ何日かでコメント喋りがちだったから今日いっぱい顔で、ありがとう、なんかしさん、ゆめちゃんありがとうございます、ね、
2月5日のチョルシカを当たるように言われて分かりました。あ、やってお疲れ、ありがとう。ピアノありがとう、そうキュート、 Thank you Thank you。 眠たいのに、いやいや全然全然、こんばんは。さっきさ、帰り道ブログ書いてたのにさ消えちゃってさ、また一からだ。ピエン超えてパオも。やな、今日見れてよかった。嬉しい。今日も来てくれて。あいも眠たいから何？得意科目は？なんだろう。けど英語ってさ、あんまりあの前勉強というかさ、めっちゃしとかなくてもなんとなくさ乗り越えられる気がするから。いやなんて人、お疲れ様、ありがとう。書いてる途中に消えな、悲しいよね。しかも今日それ3回ぐらいして帰り道の間に、なんかさおかしくてさ調子が、3回も同じことして、もう怖いからいちいち、なのでもしかして、もしかしてなんですけど、また明日にブログ上がっちゃうかもしれませんが、ご了承ください。今日こう言えてある同じ内容書けへんかったりした時、ほんまにはえめっちゃわかるで、ほんまに、えあれこんな風に書いてたっけ、あれさっきのが文章良かったんちゃうかなみたいな思ったり、なんかしさん、あいもう学校通うの一桁ピエンなの、みんなハッピーだよそれは本当に英語できるってのは、いやそんなことない、ユナなんとココアナさんのピアはユナココなんで、もう最高です、ココナじゃん、ココナじゃん、うん、英語はチャージケムリアなんでそうそうそう、ユナなんのグッチョウチカヤチカに、ありがとうございます、嬉しい、ユナ大好き、ありがとう、ユッティかわいい、ありがとう、かわいい、 Thank you。 半分寝ながら見てありがとう、疲れのところ見てくださいまして、なっち頭良くないです、まあ一応なんか賢くとアントみたいに言われてるんですけど、あの多分ね、あのね良くないですね。アンジビーシってなんかこの間も言ってました、今日ね、普段はまつげあげないんですけど、ココナさんに会うと思ってまつげあげてきたんです。グッチ何をおすすめ、え、なんやろ、けどなんやろ、うちわとかですかね、うちわけどもうないか、うちわ以外だったら、生写真とかですかね、あのだんだんユナの歴史みたいな感じで、ここね、ね、ね、違う、すごい、そうなんかあわよくば写真撮ってもらえるって分かってたんで、分かってたんでとか言ってずうずうしいですけど、あわよくば写真撮ってもらえるかなと思って、おしゃべりできるかなってちょっと期待してたんでね、普段香水なんて降らないんですけど、今日は5プッシュぐらい振りまくって行きましたハルモーちゃん、クマちゃんありがとうございます、クマ、こんばんは、しっかり気合い入れまして、本当にめっちゃ勝負かけてるよ、間違いないもうね、なんか今まではちょっとね、そう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 、
その話よろしくない。久しぶりに来たよなちゃん、ありがとう。ななかわいすぎる、ありがとう。目の前に天敵がいるの仲良しだね。なん大好き、ありがとう。頑張ってココナさんに声をかけました。ココナさんちってあーって、もうね、いつでもココナさん神対応って接してくださって、俺たちと気持ち同じですよ。イエイ。今日は1年でかい本当ですか。ココナさんパワーですね。ユナのシナモンとキティちゃんが好きなの、大好きです。シナモン、ヨちゃん、おのさん社会のヨちゃん。みなちゃんコメント持って書いてる前に、みなちゃんみんなお願い、クンクン。今日仕事でクランゲで顔見れたから忘れた。ええよ、なにゆなたんにココナさんにも愛されているココナさんが羨ましい。いや、私はココナさんもみんなも大好きで、嬉しい。明日から本気出す、出た出た。ピエラのことも大好きだよ。ちょ、嫌なヤッホー。せひろさん、ちいちありがとう。しなまるくん、バラさんありがとうございます。あ、ミラーボール来た。ありがとう。ちっちゃい客席からちょっとユナのせが、え、見えました。ユナくん多分分かんなかったかな。あ、今日なんかミラーボールが多い。何しようかな、ミラーボールあるうち歌おうかな。リン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 ミラーボール。リン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 ミラミラボール。リン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 。ミラミラボール。ミラミラ。無理やり。うちの小槌をミラボールに変えました。リシャーはなんだか、あれれ。あ。ミラミラボールじわる。ゆうちゃんパパありがとう。ひなちゃん、やっぱりうまやまさんのこと大好きなの。本当に大好きです。なんかもう存在も好きやし、もう性格とかも大好きもする。オールジャンルでオールマイティーで好きって感じですね。なんさんだ、どこだろう。なんかた、あの自分にないものをめっちゃ持ってあって、ここださんだからこそ、すいません、敵がキャラ始めました。そろそろお正月の歌のメロディーで歌おうかな。お正月もういくつって感じ。今日ビッツの先週だけゲーム見てて思ったんだけど、ユナの自己紹介やってるの見てないから見せて。オッケー。ユナってなんな、ユナなんな、みんなの夢の中にもユナの。ありがとうございます。大阪出身、高校3年生、18歳のユナのこと早川ユナです。よろしくお願いします。NNB48 ってほんまにみんな違っていい、
みんな言う、本当にそれ。ありがとう、キュン。みんな大好きな、ね、なちゃん健康に開けて、ありがとう DVD、 それもめっちゃ嬉しい。あ、可愛いね、ありがとうございます。ピコリピコリキュンキュン。ヤッホーヤッホー。24時間365日、可愛い。本当にまだ365日経ってないけど、ヤッホヤッホー。レナのご飯メール、レナ炭酸レベル、え、本当ですか。なんかあの結構ママとか料理こだわりあるから、これ乗せるって、え、こんなん乗せるのってママに言われちゃいました。目の前のいてもっていい、目の前のいてもっていい、うん、ママちゃんに料理ね、またあのママと一緒にやろうかな、料理配信みたいな。バレンタインやりたいな、バレンタイン。ピオラーさんに向けて作りたい。でもなんとなくなんかメンバーとかバレンタイン交換禁止なのかな、禁止っぽくないですか、空気的に、空気というかね。なんなん、小石やったママ調子なんで、それはぜひお願いしたい。目の前のようちゃんとか言うやつ、かっこよすみよと料理配信、ありありあり。最近思うのは、自分は高校生のゆなちゃんと会うこと、どういうこと、どういうこと、ピオチョコ作っても食べるのはゆなあかんな、ゆな太っちゃうわ。苦手なのにできたけど、アイプとマガニャもいちゃう、見てない見てない、ゆなくん、ゆなこんばんこんばんは。今日言えない答え、なんで推しがいてないのにメンバーに渡せそうなら自分に渡してもっとさ、もっと難しいかもしれん。私最近糖質、低糖質ついて作るの、ふん、そうなの、すごい教えてほしい。何も今ママ頑張ってるから、ダイエット売ってちょくならね、ちゃんな。今日高校入試で学校休みだった。明日も、いいの。やっぱ県が違かったらそうなるのか。なんちゃん、ハートありがとう。僕はゆなちゃんだけ見て、ありがとう。YouTube とかデート楽しいよな、そういうの。でも手通しとか見てるだけでもなんかダイエットしてるからから好き推しがいてなくても見取り図さん早かったね、早いなら OK チョコチョコっとおち、はい、チョコチョコっと握手会が再開した時、多分ゆなちゃんここ、そっかそっか、けど高校卒業した後のゆなも好きなままでいてくれますか。ゆななんか物履きみたい、最近なんか嫉妬したと思ったらガチダイエットして、え、ほんまに気づいたえ、ちょっとシュッとしてる、ピオラ
可愛い、ありがとう。ピューラ、今日誕生日なのプレゼント。ええー、Happy birthday to you, Happy birthday to you, Happy birthday dear, ドゥンドゥン。Happy birthday to you, おめでとうルンルン。ずっと応援してくれてて好き。おめでとう、素敵な一年にしてね。お腹をキープしてね、頑張ります。みんなのためにもちゃんと睡眠とってね、大好きだからありがとう。またね、あのこのゆなの、ゆなくんのダイエットエピソードがありますので、痩せてから話したいと思います。ゆながの本気でダイエットを始めた経緯を。こんばんは、こんばんは、こんばんは、おめでとう、おめでとう、ルンルン、おめでとう。ちょっと話前後しちゃってごめんなさい。エピソードがあるんですよ。アイアンと私卒業するために次のお家を本気でさ、あれ、ユナかアンジュって言ってたことかな。ユナしか勝たんですよね。はるかさん、そう、はるかさんに、はるかさんのめっちゃ体型に憧れてるんですよ。まあ、みんな多分憧れてるんですけど。で、なんかあの、サイさん卒業の時に、ちょっと舞台袖でずっとって、その時、あきら先生とお話ししてたんですよ。なんか、やばいですみたいな感じで、もう、あんまり痩せるのやばいですみたいな感じで話してて。はるかさんの体型大好きなんですよね私って話してて、あきら先生が言うけど、はるかさんめっちゃ痩せた痩せたみたいに言ってて、痩せたって言ってたところ、あきら先生あきら先生がはるかになんか直接なんか聞いたらいいやん、どうやって痩せたかみたいな言ってて、そんなん聞けません私からなんて、で話してたんですよ、あきら先生に。そしたらあきら先生がはるかさん呼んで、こいつがあのどうやってダイエット成功したか聞きたいらしいとか言う、急に言い出して、あきら先生がはるかさんに直接でいろいろお話聞けたって感じです。こんばんは、おもろすぎる。その時もね、あのあきら先生じゃない、はるかさん超神対応で、けどそこではるかさんと初めてちゃんとおしゃべりできて、そこからもう結構今ではあの自分から話しかけられるぐらいになりました。本当にあきら先生に感謝で、その後あきら先生ありがとうございますって。あきら先生会いました。しんちさん犬の話になってありがとう。でどんなアドバイスの、え、その勝手に言っていいんかな、なんかけどはるこさんはあの、え、勝手に言っていいんですかね、そんな。今日普通に3食はきちんと食べて、あの一つ一つの量を減らすって教えていただきました。本人が、あ、よかったです、バレエコンビ。いや今無理ですよ、もう痩せてもっとバレエ練習してからしよう。周りにユナの直しが多くて、そのままユナに染まっちゃってください。それは僕も人生してけどね、ユナくんね、それがね、ちょっとなんかユナちゃん雰囲気変わった、いい意味で変わった、悪い意味で変わった。世代話はめっちゃ優しかったです。もうね、もう理想の女の子って感じです。ユナのオスまであんまり知らなかったけど、ユナのメンバーで他
他のメンバー女子呼びほんまにけどユナしか見ちゃダメだよなんかね、はるかさんとココナさん同じ匂いがするんですよね。なんかね、ユナにはない女の子感があって、ライト変わって、ライトなのかな、顎のラインがシュッと、本当にいい意味でしか、本当にやった、グググググググ、優しさな方、本当になんやろな。そう、自分もそんな素敵な、なんか女性としても尊敬できるって感じですね。なん、大好き、ありがとう。なちゃん全然太ってないじゃん。またまたそうやってね、ピオラーさんが甘やかすからって言ってお風呂で初めて言うとなんか恥ずかしい、なんでなんで飲みよっけん、花束ありがとうございます。はるかさん好きな人いなのも、全然違うのに ありがとうございます。いなのに近めないからありがとう。誰か探しにもね、そうですね。今日そんなやってた、あの同期に DD とディスられそうです。あんだけ散々ジオンさんに DD とディスってたのに、もうね困っちゃいますよね。NNB あの先輩方が素晴らしいメンバーが多くまして。大阪ウォーカーってココナさんがいるの、そうなんですよ。でもグイグイ行くのがいいんで、なので今日もグイグイ行きましたドリームナンちゃんが一番可愛い、ありがとう。一番の推しは、ミーやばくない、一番の推しミーって受けちゃった。嘘嘘、ココナさんです。ココナさん、ね、色型で、じっちゃんの DD、 じゃあ聞けました、じっちゃんと会って客観的に見て、なのは人気出るよ、本当ですか、その言葉補助してくださいね、そのか、あ、その言葉もちろん正解に押してください自分大好きくさ、間違いないアイドル新しい焦ることにこだわらなくてもいいぐらいに、そうですね、けど今は全然ノリソン体型じゃないので頑張ります。痩せる、痩せるのが目的じゃなくて、自分のノリソン体型に近づけられるように頑張ります。ファンの心にグイグイ、あなたって心にグイグイいっちゃいます、パク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 ピュオラに親指の爪張らせ、どういうことやって、クマちゃんありがとう、クマクマパク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 、足がやりまくるのです、スッチスッチありがとうございます。頑張りなのごめんな、これ以上怖くなったかも、レッスン大変だから体力落とさないね、ありがたくてガリガリ、はい気をつけます、健康第一で、こんにちは。まあ、あの心配しなくても、あの限界がありますので、丸が出なくなるから今のうち、いや丸が起きない気がするけどな、顎のあたりがもうちょっとシュッとなったらいいんだけど。そう、今日の朝の家、あ、元気くんいてる、朝ごめんなさい、絵描いてたのにさ、けど元気くん変わってる、絵がこんな感じの絵を描いてたんです、ごめんね。元気くん見ましたか、朝はごめんなさいね、途中で切れちゃって、ちゃんとちゃんとさ
そんな感じやったパチパチ見れたかな元気くん。朝途中で、そうなんですよ、ゆながの時間かけすぎてて、ゆなが大好き、ありがとう。ん、またミラボー来た、リン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 、ミラミラボー、あれリン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 、ミラミラもおる、リン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 、ミラミラもおる、ミラミラもおる、ミラミラもおる、ミラミラも、イエーイ、ありがとう。返事くれる。そう、なんか昔からさ、けどよくよく考えたら、いやテンション上がったら走れソーリーを風のようにってさ歌ってたよ、テンション上がったら。だからそのテンション上がったらクリスマスソングが出てしまうっていうのは昔からの癖だったみたいですなんやろ、かわいい、ありがとうございます。よっちゃんハットさん、ありがとう。初見です、こんにちは。そうそう、テンション上がったら、なのでピオラさんもぜひテンション上がったら歌ってくれ。ひなさんとプレゼント、はい、ちゅあ、たっくん、めっちゃたっこさんくれた、ありがとう。たっこさん、ちゅちゅちゅ、たっこさんありがとう。テンション上がったらクリスマスソング歌い出すの、なんかほんまに明日大事な仕事のプレゼントが、ね、頑張れレレユナナレレユナナ、癖ならしそうやね、癖やね。お話し会中にクリスマスソング歌う、歌おう、どっちが歌うまく勝負しよう。こんなお母さんの記事を見ます、先輩に話、はい、話しかけますえへ、めっちゃタコあげた、たこ焼きで、たこ焼き作れちゃう。なんか真ん中にでっかいたこ焼きあるけどおい、超自由ねレフレレフ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 レ、明日もテストなのです、フレフレ。明日雨な、雨らしいですよ。私のね、大切な友達というか高校の唯一の言っていいほど、唯一の唯一と言っていいほどの友達なんですが一番長い友達なんですけど、その方が明日は雨だから傘忘れるように気をつけてねってわざわざ LINE をくれました。明日のは英語なので自信があります。ワンワン、うん、早めに上出やんくても大丈夫なので、明日朝から配信し、あ、そんなことないわ、ほんまに早めに出なあかん、どうしよう、どうしましょう。本当に優しい、すごいやでしょ。今日のテストの今日は、ここは現代文です。ゆなの3押しは、あ、一押しあったやん、ゆなくん泣いちゃう、ついに朝5時から、どうしましょうかね。あ、じゃあうん、6時半からか、6時45分から7時45分にします。グッドグッド、ラッチさんめっちゃかわいい、ありがとうございます。いい、やな、頭でてペンス髪の毛だって、なんかそういうのさ、あのぴょんぴょん出るねんよ、よく、なんでだろう、ん、なんか唇腫れてきた、なんか唇腫れてきた違うんでもいいやで、ありがとう。ひえ、またわよだけになっちゃう、ひえ、なんか唇腫れてきた、
なんかたまにアレルギー出た時唇腫れ出すんですよ。ん？まあいいや。わかんない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 。ピュー。ピュー。ピュー。みなちゃん、明日は久しぶりに雨が本降り？あみちゃんいっぱい出ちゃうのか。ようちゃん、かわいい、ありがとう。明日から、明後日か、楽しい。もう新曲わかんないなんと。みなちゃん、好きを見たらジナさん歌っちゃう。あ、なんちゃん、かわいい、ありがとう。地面に歌でしょ。いや、何アレルギーなんだろう。うん、わかんない。わかんない。唐突ですか、今の大好き、ありがとう。金土日雨なの。おう。雨は大変だよね、濡れちゃうし。生まれてから何曲作って、何曲なんやろ、飾れない。飾れない。雨で頭、あー、そっか、偏頭痛とかですか。痛いですね。なんか雨女、え、どうなるの。けどあんまり傘持たずて出ていく家。いいな、あんまりね、傘持たないんですよ。そう、傘よく忘れるから、忘れちゃうんですよ。だいたい傘落とす。毎日仕事しないか、嫌なのに元気も、ありがとうございます。朝起きたら雨なのすが、うーん、雨嫌だな。水もしててるよ。え、なんか傘、なんかあんまり雨ってなんか天気予報とか見ないからさ、天気予報見ないからさ、ブログの返信に俺のお尻書いていいよ、ゲンオシユナナって言って、ちゃわちゃわちゃわ、間違えた、あやさんだった。たっけめっちゃかい、ありがとうございます。イナナにかさまってやった。そう、なんかさ、あの自転車を、そう、なんか自転車も乗るんですけど、あんまり天気予報見ないことが多くて、雨に打たれるユナナ、あははは。うん、通学は bicycle と train と walk です。 bicycle って自転車ですよね。3つ使ってます。ナナ大好き、ありがとう。あー、シンジンさん、ミラモル、水も捨ててる、いい、ユナナいい女、ふんふん。結構遠い、めっちゃ遠いねん、ど田舎。遠いんだ、学校まで。英語の発音いい、本当ですか。傘持ってか、あやがさする。しんじさん、ピオラ爪先5センチ、あ、おいでおいで、ピオラの世界へ、ウェルカムトゥピオラ。いなちゃんと地球へ送りたい、送りたかったのも、めっちゃ送りやすく言おうだから。毎日トレイン10時間、10時間どういうこと、10時間って。かい、今までのお家が遠くなった、どういうこと。自転車乗ってる人やったら想像できない。自転車乗るの、自転車走るの、めっちゃ自転車速いで。
道電車自転車で1時間かかるので電車終わっても大変。明日千秋楽終わったら言うなもそれなちょっともういよ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 で自転車の貸し出し運転は罰金5万。そうですよダメですよ皆さん自転車の貸し出し運転今日で指一本ピューレありがとうパチパチなんかシャンプーの CM してる姿あまりゴシ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 チューンワダミエンのアニメの話ワダミエンのアニメの話しないラッチちゃん会話ありがとうなんかワダミエンと会話めっちゃ合いますよミエタンも話し合いますミエタンひなちゃんの出現で今までのお仕事おお髪の毛天使のは本当になんだいちかありがとう爪先マイナスさんってどういうことマイナスってピアラシャンプーしていただきませんけど嬉しい調子かはゆなくんゆなくんやっぱりな天使やってんあらまバレちゃったヘアオイルあれなんていうヘアオイルやったっけななんか四角の有名なやつですまたちゃんと名前見て調べますゆってかわいいありがとう皆さんピョークに引きずり回ってくださいかわくんはまだ見えの話題にたまにハテナになるらしいかわくんかわくん面白いリングライトバレ映えてる裏はどこからけど絶対頭からですね頭からこう洗います足先が最後蜂蜜のやつなんか四角のやつです何やったっけねひなちゃん髪の毛乾かすの時間一瞬で終わりますみからさんの配信ちらっと言ったら心やられるいいねねピラすぎて最近他行ってないすごいゆなしかだもんねねえちゆなパフォーマンス好きだけど高い上に可愛いからお塩をやったありがとうございますもうゆななと同じ早い頃近くなってわかる一緒にお揃いしますちんちんさんがピューコで呼ばれそうになってるよくもっちゃんがミュータもっちゃんのものって言って多分ミュータもんの時って怒りそう受験です命会でやったいなくて楽しい名前から言ってもらえるミューなんて帰ってくれてるあたりすっごいですなぜ夢中になりたいで魔法いきまーす。ゆなしか見れなくなーれ。あ、ゆってぃさん、みんなもね、ありがとう。しんちさん、片付けピョークの名前は、ありがとうございます。ありがとう。ありがとう。時間教えてくれてありがとうございます。東くん、かわいい、ありがとう。みんな怖くないから、ピヨコに守るよって。ひなちゃん、見え方に見えない?あれ?ゆなしか見えない。あれ?あれ、クマなんどこ行った?あれ?ゆなしか見えないな。あれ、シナモンどこ行った?あれ?あれ?ん?ん?どこ行ったやろな。ひがしくん、あなたはありがとうございます。ゆきくん、かわいい、ありがとう。
そうやろ、ほんまに嫌なのしけめへんからなので眼科行く、眼科行かなくていいです。嫌なしけおらんな、本当に。水が水深かなり深めのピヨコに溺れて、やった、溺れよ、なみなみ。行き過ぎた、そこ間違いない。お話かニュース何回もリピートを見てる亀太郎は、え、あのヤッホーだけでそんな亀太郎とか言ってもらえる世界なんですか。ありがとうございます。なっちゃんなんて書いてるの、求め心力、うん、これはすごくいいな。さすが重たい女こと早くの間違えた。ほんまに今日の一位さん早く書けそう。同じか言ってみたいな、置いておいて、今度お話ししよう。求心力、なるほどね。求心力ことごとく感じに、ゆら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 ゆなな、ゆなゆなゆなゆら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 ゆなな、ゆなな楽しいかもしれない。本当に怪しい。あの光で画面から出てきた時のゆなの、衝撃たるや。ゆらゆらゆなった。けどね、今日現代文で漢字出てきて、漢字あんまり勉強してなかったんですけど、多分普段こうやってみんなの漢字をよく読んでるからかな。漢字ほとんどできたんです。よっちゃんかっこいい、 Thank you。 ちょ、まあな、まあな、かっこいいでしょ。いやなんたんちありがとう。あ、衝撃びっくりした。本当にそうやって衝撃って読むんやと思って、漢字の読み違いがここの洗練、ほんまにピュアラー最悪に立ちます。ほんまになんかね、日常会話の感じが多くて、あ、これなんかよく出てくるやつと思って。ユッティ、ミラモール、ありがとう。もうすぐ50分、もうすぐで読みたいと思います。たっくん、とうとう、ありがとう。ピュアラー、あ、レッチさん、かわいい、ありがとうございます。みんな、ピオラー様、みんな仲がよ、ごよろしくて嬉しいですな。明日、早起きしたら、ゆななんの子守り、子守歌が聞きますよ。ってことで、早く。というわけで、ドローンさせて、早い早い、まだ終わってないよ、ゆなくんのつむじ配信。一位もさえも書きやすさ間違いない。とか言ったら、とか言ったらな、アバター変えちゃうから、ちょっと言っちゃダメだよ。寝落ちしてて、でかいた、ごめん、ごめん、もう終わっちゃうよ。今日は書きやすい。ダメダメ、もう書いちゃダメよ。あれ違う。
だよ本当に。目に苦戦中。あーもう書いたもん。いいもん。ちょっと似たやつをあ戻してくれた。書いても横の人と一緒だからさ、色が違うだけで。東くんハートありがとう。なんかちょっと顔違うかったらから消した。もう一回やり直します。意外と できました。あれまた変わっちゃった。ランキングがどうしましょう。2番線書きますね。ゆなが遅いからごめんね。じゃあやめます。13位とりあえちちゃんありがとうございます。12位ゆきなちゃんありがとう。ちっちあったかいろさんありがとうございます。10位はベリマユさんありがとうございます。9位はみゆなみゆなありがとう。みゆなんじゃない、なんちゃん、なんちゃんありがとう。なんちゃん、クレパスゆうちゃん、ちょっとあの前にさみゆなんて書いてるから、クレパスゆうちゃんごめんなさい、なんちゃんと間違えた。クレパスゆうちゃんありがとう。クレパスゆうちゃんちょっと後ろにみゆなんでちょっと変えてもろって。8位つねまるくんありがとう。つねまるくんありがとうね。7位コロワンさんありがとう。6位は元気くん、元気くん朝ごめんねありがとう、夜も来てくれて。5位はラチさん、ラチさんありがとうございます。そしてですね、ブログコメントするのありがとう。まずこちら、ようちゃん2位になったから後で書き直しません。2位たっくんありがとうございます。イエーイたっくんありがとう。そしてはゆってぃ、ゆってぃおめでとう、巻き返しありがとう。2位がようちゃん、ようちゃんありがとうね。そして入る1位ははるぼうちゃん、はるぼうちゃん、ゆなおしのはるぼうちゃんありがとうございます。どうたこ焼き
茶色があったらさ、ちょっといい感じにやってんけど、後ろに書いてもらって感じ。あーごめんね、ありがとう、読みやすいです。パチ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 、ありがとうございます。男性でミューナー推しさんが最近増えていますので嬉しい、ありがとうございます。密着から来たけどもうあれか、7PM 今日もありがとう、明日もありがたい、エナージーの春坊さんおめでとう。最近ほんまドラムロールってドゥルルッドゥン。また最後に祝辞タイム、はい、んじゃバイバイ。まだもうちょっとだけ待って、最近起きない、遅起きないけど配信聞くために頑張る、ありがとう。撮れたかな、ありがとうございます。ぜひ皆さんピヨ活してください、ツイッターとかにアップしてくれてもいいですよ、嬉しいですよ。ぜひぜひ判明を間違っても載せない、今日も今日だってか、ありがとう、今日も今日って来てくれて嬉しいよ、会の取れた、本当にありがとう、お疲れ様です、ありがとうございます。最後まで見ていただきましてどうもありがとうございました。明日も朝はドタバタでみんな忙しいかな、けど来てくださって嬉しいです。仲になったミクさんに、とんでもございません、ありがとうございます、毎回アップします、ありがとう。明日もよろしく、またね、バイバーイ、切れるのまで待つ、ハメのダメダメダメ、本当にのして、また明日ね、バイバイ。最近ピヨカチサボってて、ユナコ泣いちゃう。ハメ狙ってスクショ、もう元から目つぶるもん、ちゃんこんばん、もう終わっちゃう、ごめんね、バイバイ、またね、あとピヨカチ投稿しとくからよかった、待ってるね、見とく、ママにもしてもらうね、またね、笑顔のマハメ、絶対必ず顔を待機にしてきます、バイ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 、テスト頑張って、ありがとう、今日のシューピアカツありがとう、バイバーイ、あれなかなかおらん、おやすみ、福岡中、おい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 、あなた、バイバーイ。